不完全内閣発言を批判。公明党の山口那津男代表は9月8日、党中央幹事会の席上、民主党の平野国対委員長が今の内閣は不完全で十分な答弁ができないと発言したことについて、何たることかと思います。不完全な内閣を作ったのか、野田総理はそういう認識なのか、こういうこともかえって問わなければならないということになってしまいますと述べました。また山口代表は、やはり国会で対話協議ができないもの、どうして政党間での協議ができるんでしょうか。この点も含めてしっかり政府として与党として対応すべきだと、民主党が予算委員会開催に難色を示していることを厳しく批判しました。孤立集落の対策急げ。公明党の台風12号災害対策本部は9月6日衆院第2議員会館で会合を開き、記録的な集中豪雨による各地の被害状況を内閣府から確認し、孤立している集落の支援や今後の防災対策を急ぐよう求めました。席上井上幹事長は、政府の非常災害対策本部の設置が4日夜になったことを問題視し、時系列的に見ても政府の対応は遅いと初動の遅れを批判しました。新内閣の仕事ぶり見極める。公明党の山口那津男代表は9月2日国会内で記者団の質問に答え、野田内閣の閣僚人事などについて次のような見解を述べました。挙党体制を作ろうと不審した、そういう内容になっていると思います。でまた復興、震災の復興については継続性を重視した、そういう人事になっていると思います。また一方でそれが国民にですね、本当に、挙党一致と移るか、あるいは仕事ができそうだとこう移るかどうかはやや心配な面も見られます。政治経験キャリア等からして未知数の部分も持っている閣僚もいらっしゃるので、今後総理あるいは幹事長がおっしゃった三党合意を守り信頼してください、こういったことをその通りに実行できるかどうか、また内外の重要な懸案にしっかり応えて仕事ができるかどうか、ここは見極めてまいりたいと思っております。今は被災地の復旧復興というのはやっぱり優先する課題ですね。でこれが産業補正を作っただけで、これが達せられると言えるかどうかはきちんと議論をし、執行の過程というものを見極めていく必要があるだろうと思います。今直ちに解散をやる、産業補正を作ったからすぐに、解散をやるというふうに決めするような内容ではないと思っております。臨時国会召集急げ。与野党の国会対策委員長は9月2日国会内で会談しました。野党側は大震災の復旧復興や原発事故対応、経済問題などの課題が山積していることから、臨時国会についてスピード感が大事であり、野田佳彦首相の国連総会出席前に開くべきだとして早期の召集を要請しました。三党合意守り実行を。公明党の山口那津男代表は9月1日国会内で野田佳彦新首相と会談し、子ども手当の廃止など民主党の主要政策の見直しを盛り込んだ三党合意を遵守するとともに、震災の復興や円高対策を含む経済対策、税制などについて幹事長を中心に誠実に協議していくことを確認しました。会談後、山口代表は、前向きに真摯にざっくばらんに協議をしていきましょう、そういう気風というのは共有できたのではないかと思っております。その意味でも本会議を早期に開いて初心を述べていただくということが重要なんだろうと我々は思っておりますと述べました。公明党は東北地方太平洋沖地震による
被災地支援のための義援金を募集しています。皆様の真心からのご協力をお願いします。公明党が皆様からお預かりし集まりました義援金は日本赤十字社を通して被災者支援に活用させていただきます。